よーし、飛び盛りやっていくぞ。そして、うぐいをつって、こんにちは、シャチグと申します。で、本日としましては、語りたいことがあって動画を撮っておりますと。で、早速、その内容になるんですけど、皆さん、四つ葉のクローバーってご存知ですか？いやー、100%知ってるよね。さすがに。ちなみに、雑草で生えてる三つ葉のクローバーではないですよ。そう、四つ葉のクローバーの方ですね。まあ、一応あれ雑草に分類されるのかどうか厳密にはわからないんだけど、まあそれはね、さて OK。その四つ葉のクローバーのお話をさせていただきたいと思う。まあ自分からしてみたら三つ葉でも四つ葉でもどっちでもいいんですけどね。とりあえず四つ葉のクローバーのね、話になります。で、早速ですが、四つ葉のクローバーをアクセサリーとして身につけると、レアな魚やあとは虫が出現しやすくなると、そういう噂聞いたことありませんか？多分ね、この動画を見ている人、一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。で、本日の本題ね、それなんですよ。あとは赤い羽をアクセサリーとして身につけると、レアな魚や虫が出現しやすくなると、こういったこともね、噂として聞いたことあるんじゃないかな。そう、赤い羽と四つ葉のクローバーは運気が上がるみたいな。ただ緑の羽では効果がなくて、虹色の羽ならさらに効果が上がるみたいな。ね、そういった噂もね、一時期めっちゃ流行りましたよね。ただね、残念ながらそういった噂は全部嘘です。これはね、公式からも発表されていて、で、あまりにも噂が広まるから攻略本でも書かれてるんですよね。わざわざ。この四つ葉のクローバーは特殊効果はありませんと。そう、装備しても運気が上がって、例えばシーラカンスとかね、そういったものが出やすくなるとか、そういった効果はありませんと、ね、こう書かれてます。で、まあなんでこんな噂がこんなに広まったのかなと思って、個人的に興味があって調べていたんですけど、そもそも四つ葉のクローバーの効能って家具として置けばラッキーアイテムとして効果を発揮するんですよね。で、そういった背景からね、自分が装備しても運気が上がるんじゃないか、ね、ラッキーアイテムとして効果があるんじゃないかと、ね、そういった噂が一人歩きしたのかなと思いますね。ただ実態としては全く効果がないと、ね、公式が発表していて、で、僕もそのように思いますね。あとは羽についても同様ですね。これもかなりね、一時期有名だったんですけど、これに関しても全く効果がないみたいなんで、ね、運気アップはないと。ただまあ四つ葉のクローバーに関しては家具として置けばラッキーアイテムとして効果があるので、確かにまあ人によってはね、間違ってしまうかもしれませんよね。まあ、間違った認識みたいな。ね、家具として置けるんだからもちろんね、身につけてても運気上がるだろうみたいな。ね、確かに理にはかなってるけど、ただね、厳密には違うと。だからまあ、未だにこの噂を信じてる人がおられましたら、それはガセなんで、ね、もう身につけなくてもいいと思います。ただまあ、オプション品として気に入ってるんであれば、まあ別に身につけてもいいと思うけどさ、一時期さ、クローバーばっかつけてる人いたよね。そう、運気が上がるからみたいな、それを信じて。だからまあ間違ってる人もいると思うので、ね、そこのところはね、認識しといた方がいいのかと。あー、よく寝た。皆さん、新しい一日が始まります。いやー、来ましたね、恒例の。ね、これを見たら、あ、朝になったんだなって実感します。はい、っていうわけで、飛び盛りをね、本日も頑張っていきたいと思います。いやー、マジでね、朝は眠いわ。で、さっきは何の話してたっけ？確か四つ葉のクローバーの話かな。まあまあ、とりあえずね、四つ葉のクローバーの話としては以上ですね。とりあえず効果はないと。ね、結論最後になりましたが、まあ、効果はないので、ね、間違えないようによろしくお願いしますと。で、今からもう一点話したいことがあるんですけど、いいですか？で、その内容としては花ですね。花に関してになるんですが、皆さん花に水をやってますか？多分やってると聞いて、やってるって答える方あんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。っていうのも、例えばまあ交配ですね。交配させるときしか花に水やってないでしょう。で、まあその話はね、置いといて。毎日花に水をやり続けると、しおれにくくなると。
ね、こういった噂結構流れてませんか？ね、これに関しては多分ね、今でも流れてるんじゃないかなと思っていて、で、それを信じてる人も多いと思うんですよね。ただ、この噂に関しても残念ながらガセなんですよ。そう。だからまあ、毎日しっかりと水をやりまくっても、枯れる時は枯れるんですよね。っていうのも、枯れるっていうね、そういった現象もランダムで行われてるんですよ。だからまあ完全にランダムなので、水をやろうが、やらまいが、ね、枯れるものは枯れると。ただ、しおれた花に水をやることで初めて効果が現れるんですよね。そう、しおれた花に水をやると通常の状態に戻ると。ね、そういったことはあるんですけど、ただ事前の予防策として、花に水をやりまくっても枯れるときは枯れるので、だからまあ枯れてから水をやらないと意味がないっていうことですね。まあ、水をね、毎日せっせとやってる人からしてみたら、え、そうなの？っていう方もおられたら、いやいや、そんなの常識でしょという人もいると思うんですけど、ただね、これを知らない人意外に多いから、まあまあ、心の片隅にでも留めといてください。っていうわけで、用事が済んだから図書館を後にしましょう。いやー、それにしても博物館住んできましたよね。結構集まってきて、博物館も充実してきました。いやー、やっぱりね、やりがいありますね。釣ってない魚釣ったり、あとはね、取ってない虫を捕まえて、で、寄贈すると。で、寄贈してからが面白いんですよね、本当に。あ、待って。え、何これ、園芸コーナー休み。え、こんなのあるの？あ、そっか、草の日がもしかして。いや、全く気づかなかったけど、今日ね、草の日みたいですね。レイジ君がいないわ。っていうわけで、広場に行ってみるか。あ、そういえば、まだね、草の日を迎えたことがないから、あの公共事業手に入るんじゃない？そうなんですよ。草の日は公共事業が手に入るので。いやー、すっかり忘れてたな、あの公共事業。なんだっけ、あれ。花のオブジェクト的な。花じゃねえわ。なんて言ったらいいんだろう。木のオブジェクトかな、あれ。まあ、木の葉っぱのオブジェクトか、まあ、なんて言ったらいいかわかんないんだけど、あのチューリップのやつね、立てたいんですよね。よう、レイジ、久しぶりだな。いつも木の苗ありがとうな。今日は9月3日、草の日。そのまんまじゃん、草の日って。いやー、レイジ、かわいいな。うちのヌンちゃん並みにかわいいわ。これから毎年9月3日、みんなで草むしり。やだよ、お前がやれよ、草むしり。だからこれから毎年9月3日はみんなで草むしりするんだと。けどシャチホコ村は最初からツルツルのピカピカだから草むしりなんて必要ないね。どっちやねん。っていうかツルツルピカピカって言い方が面白すぎるんだけど、ハゲおやじかな。そんな綺麗好きなシャチホコ村はいらないとね。いやー、けどね、これはこれでいいのかな。ちなみにね、綺麗な村条例に今しておりますので、そんなに雑草は生えないんですよね。あとはマイデザインで敷き詰めてるのと、公共事業もしっかり立ててるから、あと花も植えてるしね。そんな雑草生えるスペース自体がね、あんまりないんですよね。やっぱり僕はね、綺麗な村条例が一番いいかな。まあいろいろな条例ありますけどね。結局綺麗な村条例に落ち着いちゃうんだよね。雑草抜くのめんどくさいから。割とね、タイムトラベルするので、日を詰める機会が多いんですよ。まあ、スペースはないとはいえね、毎回のように雑草を抜くのはね、めんどくさいから、さすがに。ところでさ、一番条例で多いのって何なんだろうね。やっぱり綺麗な村条例が一番多いんかな。どうなんでしょうか。え、皆さん、どういった条例にされてますか。まあ、逆に言うとね、僕、綺麗な村条例以外はね、やったことないからな。もう最初からね、このまんまみたいな。とりあえずいらないものを売っていきますか。さっき釣ったやつ。もう魚いらねえわ。ちょ、魚買い取ってくれ。はい、っていうわけで、本日はキレがいいので、この辺りで終わっていくか。最後にチャンネル登録をしない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。夏休みはね、飛び盛りの動画バンバン上げていきますので、ぜひ次回も見ていただければと思います。じゃあね、みんな。